アイスキューブニュートリノ観測所は、南極のアムンゼンスコット基地の地下に設置された、ニュートリノ観測所。同じ場所にアイスキューブの前身であり、技術的な実証となったアマンダがあったが、すでに稼働を停止している。建設中のアイスキューブ。掘削用のタワーとホースのリールが見える。南極の厚い氷の中に、ドムと呼ばれる球体の光センサーモジュールを、 約5000個並べてある。一つのドームは、耐圧球の中に、浜松ホトニクス製の光電子増倍管地表の施設にデジタルデータを送るための、データ収集回路、電源、磁気シールドが内蔵されている。完成は2010年12月18日。熱水ドリルで、南極の氷に深さ2450メートルの、垂直の穴を86本掘削し、 それぞれのストリングの深さ1 4 5 0ルから2 4 5 0ルの間に60個のドムが縦に並べられている。86本すべてのストリングを合わせてアレイと呼び、合わせて 86x60 イコール5160個のドムが氷の奥深くに埋め込まれていることになる。これらのセンサーは深さ方向に1トル 上から見て1平方キロメートルの正六角形の領域に分布しており、全体として1キロ立方メートルもの体積を持つ巨大な検出器を構成している。なお、蒸気とは別に、地表付近に設置された80の施設にも、それぞれ2つのチェレンコフ光検出用タンクがある。各タンクには2つの光センサーがあるため合計で、 80x2x にイコール320個の光センサーがある。これらはアイストップと呼ばれアイスキューブの施設の一部となる。アイスキューブはテブ領域の高エネルギー宇宙ニュートリノの観測を目的としている。2011年時点世界最大のニュートリノ観測施設である。2018年には科学雑誌サイエンスにより 銀河系外からのニュートリノを特定したことが2018年の大発見の一つに選ばれた。特論派と呼ばれるドムの一つ。アイスキューブのプロジェクト本部は米国ウィスコンシン大学までン行にあるが、資金や技術は全世界の大学研究施設から提供されている。アイスキューブの建設作業は南極の夏にあたる11月から2月までであり、 その期間は白夜によって24時間の作業が可能であった。工事開始は2005年。最初にまず1本目のストリングが掘られ、光センサーが正常に作動することが確認された。2005から2006年シーズンの工事で8本のストリングが追加され、この時点で世界最大のニュートリの観測所となった。そして2010年12月17日、工事は終了した。 アイスキューブはメインとなるセンサーの他にいくつかの種類のセンサーで構成されている。ニュートリノとはレプトンの一種で、その中でも電荷を持たない3つの素粒子を指す。電荷を持たないためたの物質とほとんど相互作用をせず、検出器で直接検出することもできない。しかし、非常に低い確率で氷の中の水分子に衝突し、 それぞれに対応した電荷を持つレプトンが生成される。これらの粒子の速度が氷の中での高速よりも速ければ、チェレンコ不幸が発生し、光電子増倍感で検出することができる。これらの検出結果は常にドム内部の回路でデジタル化され、ケーブルを通って氷表面の施設に集められる。データの一部は、さらなる解析のために衛星回線で、 研究機関へ送られる。また、全データはテープに保存され、年に1回、船で、研究機関に送られる。研究者はそのデータをもとに、ニュートリノの運動を、空間再構成する。高エネルギーのニュートリノは検出器にその起源を示す、大きな信号を残し、ニュートリノの来た方向もわかる。 アイスキューブは1011エブから1021エブまでの高エネルギーのニュートリノを高感度で検出し、完成後は20分に1回の割合でニュートリノが検出できると見積もられている。蒸気の過電粒子の中でアイスキューブのセンサーが最も高感度に検出するのは透過力が強くアイスキューブのセンサーを長距離にわたって横切るミュ粒子である。したがってアイスキューブは ミューニュートリノを最も高感度に検出する。一方、電子は減速して、チェレンコフ光を発生しなくなるまでの間、何度か散乱するため、電子ニュートリノの来た方向を得ることはできないことを意味する。もちろん、そのデータは研究に生かされる。電子によるチェレンコフ光は、球状や滝状といった塊で観察されるのに対し、ミュー粒子によるチェレンコフ光は、 リング状になる。タウリューシは崩壊までの寿命が短いため検出され、憎い上、発生するチェレンコ不光も、電子と同様に滝状になるが、タウリューシ特有のダブル版によって、理論上は区別することができる。これは、タウリューシの生成と崩壊が続けて起こり、それぞれが、ハドロンのシャワーを発生させることによる。ただし、これは、 タウ粒子のエネルギーが十分に高い時に限られる。ドム同士は上下に17メートル間隔で設置されているため、ダブル版として検出されるためには1回目のバンから2回目のバンまで17メートル程度は飛行しなければならない。タウ粒子の寿命はわずか 2.9x10 から13秒であるため、必要なタウ粒子のエネルギーは数ペブから数十ペブが必要である。 現時点ではこのダブル版は検出されていない。また、ミュウリューシのバックグラウンドの除去も重要である。施設の主な検出目標である天体からのニュートリノによって生成されたミュウリュウシの他に宇宙船が大気に衝突して発生したミュウリューシが雑音となって検出される。後者は前者の106倍に及ぶ。 まず上空から下向きに落ちてきたものを雑音とみなして除去するが、それでも残りのほとんどが地球の反対側に降った宇宙船が地球に衝突して発生させたニュートリノから来るものである。最終的には粒子のエネルギー等を解析して目的とする天体由来の信号を見つけ出す。完成後は1日あたり75個前後の上向きの ニュートリノを検出すると見積もられている。これらの中から雑音を統計的に区別するため、ニュートリノの来た方角と、ニュートリノによって発生した、過電粒子のエネルギーとの相関を調べる。非常な高エネルギーであったり、来た方角に対してエネルギーが高い場合、それは天体由来のものであると考えるのである。ニュートリノの発生源を調べることは、 高エネルギーの粒子の起源の謎を解明することに繋がることが期待される。高エネルギーの宇宙船は銀河系に束縛されることがないので銀河系外からやってきたものであると考えられている。そのような高エネルギーの宇宙船を生成するような激しい天体現象であれば、高エネルギーのニュートリノも同時に生成されるであろう。 そして、ニュートリノは地球に届くまでほとんど他の物質と相互作用せずに直接飛んでくる。アイスキューブはこれらの高エネルギーのニュートリノを検出できる。その天体現象が激しければ激しいほど、アイスキューブで検出できる見込みが高い。その意味では、アイスキューブはスーパーカミオカンデよりもピエール王子観測所に近い。アイスキューブは 北半球方向からやってくるニュートリノを高感度で観測できる。検出自体はどの方向からのものでも可能であるが、南半球からのニュートリノは宇宙船由来のミュウ粒子によるバックグラウンドによって書き消されてしまう。アイスキューブの探索はまず北半球に的を絞り、南半球への拡大は臨時の作業として行われる。アイスキューブで検出されるニュートリノは、 望遠鏡で捉えられる光に比べたら、ほんのわずかなものではあるが、高い解像度を持っている。数年後には、宇宙マイクロ波背景放射やガンマ線望遠鏡にも、似た北半球方向の宇宙の地図を作成するかも、しれない。また、ケムサンネットが、南半球の地図を作成しているかもしれない。なお、アイスキューブでは2006年1月29日に、 最初のニュートリノを観測している。通常、陽子同士の衝突や陽子と光子との衝突では、パイ中間子が発生する。過電パイ中間子は、ミュー粒子とミューニュートリノに崩壊し、中性パイ中間子は二つの光子に崩壊する。ガンマ線バーストや超新星爆発の残骸などからは、ニュートリノとガンマ線が、同時に発射されているかもしれない。この目的のため、 アイスキューブからのデータは、ヘス望遠鏡やマジック望遠鏡などのガンマ線観測所と連携している。2007年から2008年にかけて22本のストリングを使用して計測が行われたが、41回のガンマ線バーストと同期したニュートリノは観測されなかった。しかし、これによりガンマ線に対するニュートリノの強度の上限値がわかった。暗黒物質は、 太陽の重力に引き寄せられ、太陽の核に集まる。そしてその質量が臨界に達すると自身で崩壊を始め、その崩壊による生成物はニュートリノに崩壊する。そして膨大なニュートリノが太陽の方向から観測されると予想される。このように暗黒物質の崩壊による 生成物を観測する手法を間接探査と呼ばれ、検出器の中の物質と暗黒物質との相互作用によって観測する直接探査とは対照的な手法である。この間接探査はスピニーゾン型の相互作用をする暗黒物質を直接探査よりも高い感度で検知できる。太陽は検出器内の物質よりも軽い元素でできているからである。 アイスキューブではおよそ全体の位置4に当たる22本のストリングを用い、アマンダよりも高い感度を実現した。アイスキューブは地球の反対側で発生し、地球を突き抜けてきた大気ニュートリノを観測できる。高感度に検出できるのはディープコアストリングスで観測できる25ジェブまでである。ニュートリノ振動にはシータ12。 シータ23、シータ13の3つの振動核があるが、そのうちアイスキューブで測定できるのはシータ23である。実験の精度を高めることでニュートリノの質量階層構造が明らかになるかもしれない。階層構造の決定には2011年時点で唯一測定されていないシータ13の測定が必要であり、 そのためには、シータ13が十分に大きい必要がある。超新星爆発によるニュートリノのエネルギーは、アイスキューブの検出限界以下であるという予想に、反して、アイスキューブでは、比較的近い距離にある、超新星爆発を観測できた。それは測定器全体で短時間の間に、ノイズが上昇したことで明らかになった。それは、 逆事情の法則に従ってエネルギーが拡散するよりも前に届くような銀河系内の比較的近い距離のものであったと考えられる。アイスキューブはスヌーズの一因となっている。超限理論で予言されている余剰次元の存在についての最初の強力な実験証拠を得ることができるかもしれない。 超限理論を含め、素粒子物理学の標準理論を拡張する多くの理論が存在するが、それらの多くがステライルニュートリノの存在を予言している。これは超限理論では閉じた紐で表される。これは一旦余剰次元に漏れ出ててからまた戻ってくる。再、高速よりも早く移動したように見える。近い将来、これを実験で確かめることが可能になるかもしれない。また、 超限理論の中には、高エネルギーのニュートリノが、マイクロブラックホールを生成できるとするものもあり、そうであれば膨大なニュートリノがそこから放出される、はずである。そして、下向きのニュートリノが増加し、上向きのニュートリノが減少すると予想される。現時点ではタキオン、ステライルニュートリノ、余剰次元、マイクロブラックホールについて、アイスキューブと共同で研究を行う機関は、 存在しない。ありがとうございます。